大久保忠世は大久保忠和の長男として生まれる。幼名は七郎右衛門。今川方として尾張蟹江城攻めに参戦、父弟と共に蟹江七本槍の一人と謳われる。三河一向一揆が勃発、家康方について一揆鎮圧に貢献、本田正信の帰参に尽力する。徳川家康が実施した軍政改革により一ノ手衆に選抜され遠江攻略に尽力する。三方ヶ原の大敗後、鉄砲隊を率いて武田方の陣となった雑賀岳に行って銃撃。武田信玄が病没した隙に長篠城を降伏させる。遠江乾城攻めでは豪雨に阻まれ新狩を務める。敵味方の間に乱入して見事な采配をし、家康から虎台を与えられ二俣城主となる。鳥居平井原と共に信濃上田城の真田正幸を攻めるが攻略できず、石川数正の出奔により完全に手を引く。徳川家康の関東移封に伴い小田原城に4万5000石を配領する。暴れ川と呼ばれていた酒川川の治水事業完了前に小田原城内で病死する。